はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、今更ですかタカキちゃんっていう声が上がりそうなんですが、こちらドンガルドドンね4、これね僕ね出さんとこかなと思ってたんですけども、まあ、ちょっとリスナーさんのねお声でね、タカキちゃんガルドドンニードルマン最近のね構成で行ってみてよ、で、まあ、実は条件があるんですけど、雷100なしで誰でも簡単に行けるんでしょうか、それをねちょっと検証してくださいということで、まあ、やってきました。まあ、結果を言うと、まあでも、まあ、正直ね僕初めてやった時もう雷僕自身なかったですからね、クリアした時ね、まあいけるとは思ってたんですけど結構しんどかったね。まあ、雷100あった方が楽なのかなと思った感じでした。まあ、そんなね、ニーノルマン、まあ、今更なんですけど、はい。ちょっとね、スキルを、振り分けをね、ご説明していきたいと思います。まあ、基本的にね、前、説明したかな？フラウソンで。それと変わってません。ダーティーハリー3、探検スキル3、探検の極意2、素早さアップをマックスで、まあ、あとキューティーハリーで19って感じですね。で特技なんですけども、まあ、こちらね、バイパーだがナイトメイファングって感じになっております。で、装備ね。これ装備。この装備が、まあ、雷つけない分、呪文耐性を持って、自己デイン耐えようかなと思ったけど、まあね、もう結局ゾンビゲーになるのでね、正直あんまり意味ないのかなと、思った感じかな。まあ、あれば、呪いガードとかたまに耐えるんで、呪いガードとか混乱ガードあればいいのかなっていう感じでしたね。とにかく呪文耐性しか積んでなかったけど、今回麻痺積んでたね、僕。で、金ロザね。これが大事。金ロザでね、結構生き残る。なので、金ロザはね、装備してくださいね。もちろん、ベルトは獣系です。あれこれ、実はさっきね、装備しなかったの、僕。あれ忘れてた。装備しなくて勝てたわ。まあ、こんなような装備になっております。まあ、実質雷100、髪の毛ちゃうわ。雷100なくてもいけましたが、少しね、運要素は強いので、フリーバッジの方を、どっちか片方一人は、ザオラル持ちのキングスライムね、キングスライム持ちをね、ちょっと推奨します。そうしないと、そうすると天地とくしゃらみの蘇生しかないんですよね。これが二人ね、例えば天地がちょうど更新した時に、やられてくしゃらみ更新しずにやられちゃったってなると、海賊の葉っぱしかなくなっちゃうパターンがあるんですよ、あったんですよ。で、その時に、いや、蘇生欲しいなーということで、モンスターに蘇生を覚えさせました。なので、100なければ、ちょっと欲しいですかね、キングスライムのザオラルは。で、やっぱりね、ユーライザー。となると、ユーライザーですよ。二人ともユーライザー装備させましたね。ユーライザーがやっぱり、まあ、雷100あってもなくても、ユーライザーは有能ですからね。まあ、さらに、ちょっと、ユーライザーで助けられたって感じですかね。雷100がないところに。やっぱりね、雷100があるっていう保険がない分、ちょっとドキドキしながら戦いれます。まあ、刺激がある戦闘ですね、いわゆる。ということでね、早速ね、ちょっと見てほしいです。まあ、ちょっとね、無音になっちゃいますが、はい、ドン。
はい、ということでね、早速見てもらったんですが、まあ、こんな感じでしたね。ちょっと危うい場面もちょいちょいあったんですけども、やっぱりね、あのね、天地ぐらいはね、雷客あった方がいいかな。雷ね、気にしずにね、戦えるっていうのはでかいです。ちょ、高吉ちゃん、雷客なんて、ハードル高すぎやしねえかって思う方。とにかくね、アビスセーラー、もしくはオスクトル。まあ、値段で言えばアビスセーラーの方が安いから、雷が1個ついてればいい。なんて言ったって、基礎値に、まあ、セット効果なんですけど、基礎値に20ついてるんですよね。まあ、なんでちゃんと頭、体上、下、ブーツを装備させないと、雷 20% がつかないので、ちゃんと4つ装備させてくださいね。雷の錬金効果が1個ついた、セット効果のアビスセーラー、もしくはオスクトル。ただ、オスクトルだと一番安くて279万なんですよね。どんだけ安くても。なので、値段だけ見るならアビスの方がいいかな。もうとにかく、この1個雷錬金をついた、このアビスかオスクトルの装備のセット、そして、どんな盾でもいいのね。雷 14% ついたやつ。まあ、最悪、防衛軍かなんか回ってればね、雷 14% って結構ね、つくんですよね。まあ、結構っていうの言い方はあれだけど、まあ、つくときはつくんですよね。なので、お金使いたくないよっていう方は、ね、防衛軍頑張って回るだとか、それか今だったら、ホワイトバックラーで10万、ホワイトバックラーじゃダメだ、小盾じゃないから、ルフ盾かな？は64万なんだ、結構跳ね上がっちゃったね、値段がね。まあ、こういった、もの、まあ、200万で買えるよね。200万で揃えれる。あとは、宝珠 6% と、この、装備は頑張ってくださいね。29% 作ってくださいね、これ。ウィンロー。ヴィーナスの涙と 29%、 そして料理で 100% 超えます。200万で雷100番作れます。あの天地雷鳴士だった、まあ、っていうような、まあ割とがちね、他の職業に比べて天地雷鳴士って100しやすいので、まああってもいいんではないんでしょうか。他でも結構使えるしね、雷100ってね、はい、ということで今日はですね、雷 100% なしで噂のね、ニードルマンガルドドンを楽にクリアできるかっていう動画でした。まあ楽ではないですけど、まあ結構、まあ運要素はありますが、クリアできることはできますのでね、はい、雷100なくても安心してね、一回試しに行ってください。でなければ、まあ天地雷鳴士でね、100% 用意して買ってもいいんではないんでしょうか。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。